所属の須山優奈です。7年前から空手を始めて、今はジムと空手を両立しながら練習してます。自分の良さが出せるように全力で頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。相手は16歳なんですけど、JK に負けないように頑張ります。さて、この一戦なんですけれども、はい、キックルールなんですね。はい、そうですね。高速スタイルに構えているのは青いリストカラーの須山優奈、須山姉妹の妹になります。ロイズジム所属です。スピンをしています。右だ、カウンター3タイトルを持ちまして、勝者赤コーナー横瀬美久、1つダウンを取りました。そして3対0の判定勝ち、横瀬美久です。須山優奈20歳です。今ロイズジムに所属しています。その日々の練習を出せるように、強くガッツリといきたいと思います。お願いします。優奈花は兄弟なんですけど、空手がすごい強くて、でそこから今、MMA 挑戦に向けて頑張ってる最中なんですけど、最初は、今までやってた打撃ルールということで、今日はしっかり頑張ってくれると思います。でまだちょっと緊張してるんですけど、緊張をほぐして試合楽しんでもらえたらなと思います。相手の方は空手をずっとやってたっていうことで、蹴りが強いっていうことなんですけど、逆にパンチで倒そうと思ってミットをだいぶ強化してきたので、パンチで倒せたらいいなって思います。ということで練習しています。コールがセコンドについています。さて1ラウンド目、1分30秒です。第1試合、オープニングファイト第1試合と同じようにですね、おっとイノック、須山姉妹は先ほど妹がデビューしました。今日は姉妹揃ってのデビュー戦、組み手嫌いだったね。これだけ今殴り合ってるといい。3対0のユナニマスデッションで再起戦勝利で飾りました横江明日香です。意識入れです。今日は一本決められるように勝ちます。で相手の選手のことはあまりわからないんですけど、もう全然自分に今自信があるんで、やったろうっていう気持ちでいますので、試合見てもらえたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。まずは第1ラウンドになりました。さあ中央を取ったのは左のストレートを伸ばしました赤いリストカラーのアスカ。おっと左フック、中に入ってきたところに左の、はい、勝者赤コーナーブルームアスカがアマチュアデビュー戦一色エリを判定で破っています。3対0でした。ただいまよりデイズプレゼンツディープジュエルス46を開催いたします。姫です。神瀬あかりです。2人合わせてビューティーペアです。今回の大会も高校生からまあまあババアまでいます。全選手盛り上げるよう全力で戦うので応援よろしくお願いします。今日はですね、あれですよ、私はすごく近藤セリナさんに感謝してるし、ディープジュエルスにも感謝してるんですよ。だから魂の殴り合いを見せたいと思います。今回プロデビューでしっかり1本かパウンドで勝って勝ちます。かなり近藤セリナもですね、今回長弁慶が相手、相手が変更だったんですけれども、かなり気合が入っています。その表情、今日の解説はディープジュエルスのファイターであり、そしてライジンファイターでもあるケイトロータス選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。近藤セリナ、今回プロデビュー戦で、デビュー戦なんですね、百戦錬磨の長弁慶といきなり対峙するということになりました。タックルです。この選手はこう足を一本中に入れるとか、はい、あ、いいですね、おっと持ち上げてからのテイクダウン狙っていきます。あ、形状使われますね、今のは注意されています。あ、いいですね、さあ今背中をつけました。
青近藤よってこの試合2対1を持ちまして2対1をスプリットデション近藤プロデビュー戦ザ・ブラックベルトジャパン近藤セリナがベテラン超年系を破っています。プロデビュー戦で勝利をつかみ取りました。まあ、実はチョウ・ベンケイ選手がちょっと思った以上の以上に腰が重くて、でしかも最初 の, ボディ結構効いちゃってて痛くてちょっとうわーってなったんですけど、もういっぱい応援来てくれた人のおかげで勝てることができました。なんか身長差生かして戦ってくると思うんで、まあ、最初見ながら途中から距離詰めていければいいかなって感じです。あ、自分の方が勝ってるとか、全部打撃、サブミッションは全部やってきてるんで本当に全部出すと思います。まあ、プロデビューなんで、印象を残したいと思います。 MMA で混ぜていきたいと思います。さあ19歳の上瀬あかりが赤いリストからです。画面背中そして左のジャブを放ったのがサラです。アマチュア3連勝を飾ってプロデビューを果たしました。まあ、上瀬あかりがですね、ケイトロッタ選手、はい、お兄さんが空手を習っていて、さあこれはスクランブルになりますが、ちょっと上からのプレッシャー強いですね。そうですね、おっと、和田、和田にはめたように捉えました。内ももちょっと締めた方がいいですね。さあ、いいんじゃないですか。捉えている、捕まえた上瀬あかり、内もも締めて、さあ得意の下からの柔らか、かなりめっちゃ柔らかくないですか。やっぱり女子ってなかなか決まりづらいときますもんね。ここで決まった、そうですね、勝者上瀬あかり、得意の下から決めるアームバーで上瀬あかりが皿を下しました。これでなんと3試合連続一本勝ち。1ラウンド3分56秒、3試合連続一本勝ち、すごいですね。10時へのセットの速さが素晴らしかったですね。そうですね、もともとミクロ級で戦っていたんですけれども、小さい強化と戦った試合、まあ、今日でも強かった。まあ、勝てたんですけど、なんか、まあ、自分がその下が得意だからもう下行っちゃえって思ったんですけど、なんかその時になんか相手のフィジカルが強くて、でもう下でいいやみたいな感じだったんで、まあ勝てはしたんですけど、あんまり納得はいってない感じです。代表からビューティーピアやれって言われて、まあ、世代じゃないから全然知らなくて、だけなんかあれ挨拶する前も絶対滑るだろうみたいな感じのノリだったんですけど、まあ、結構会場のみんな笑ってくれたんで嬉しかったです。あ、はい、今負けが続いちゃってるんで、今回の試合は自分の中で一番得意で勝てたらなと思います。相手も推しメンなので、すごい試合楽しみにしてました。今日めっちゃ頑張ります、よろしくお願いします。こちらが鈴木ボスカルカ、そして赤コーナーのティエ元陸上自衛官です。さあ、その元陸上自衛隊というティエが右のストレートを伸ばしていきました。
ですけど本当に TA としては攻めるときは攻めるというね。このニックニックだ、ニック捉えた。さあ組みついていった鈴木。お互いもう一個ですね。そうですね、スーパーマンパンチ飛び込んでいった。ニック返していった鈴木。ここのさあここで動きが出るか。打ち終わりにお互い満足しちゃってるんで、そこでこうステップ踏んでプレッシャーかけた方がやっぱり相手も嫌なんですよね。はい、鈴木です。青鈴木、よってこの試合3対0を持ちまして勝者青コーナー鈴木ボスはるか。鈴木ボスはるかが TA を相手に連勝を飾りました。判定勝ちです。勝ちました鈴木選手。やっぱ打撃がすごい上手くてフックちょっともらったりしちゃったんですけど、コーチの行けって声とか練習通りの動きができたかなというところで勝てると思ってなかったので本当に嬉しいです。推しを試合中に抱きしめられなくて、あんまり抱きしめられなくてちょっと残念です。はい、推し相手選手です、 TA さんです。じゃあありがとうございました。윗체급에서하거든요그래서좀더긴장되기도하는데그래도좋은결과있을것같아서열심히준비한만큼잘해보도록하겠습니다今回プロデビュー戦ということでリビー選手この間すごい KO で勝たれてたんですけど、私も今回すごい KO で逆にリビー選手倒したいと思います。頑張ります。プロデビュー戦画面右、青コーナー青いリストカラーの須田美咲、リバーサルジム立川アルファ金原正則指導のもと成長しているファイターです。そして一方赤コーナーが韓国サビ MMA 所属のリリー、前回は衝撃的な KO 勝利を収めました。さあまずは第1ラウンドになります。さあ今度はケージ側に持ち込んで右のパンチ連打、殴り合いだ。いや、ケイトロタ選手、はい、今の打ち合いは良かったんじゃないですか。そうですね、須田美咲右を差していますが、払い押し柔道スローでテイクダウン、はい、さあ、ここからだ。まさにケイトロタ選手が言ったように、最後はパウンドアウト。いや、ケイトロタ選手の言った通りですね。最後残り30秒切ったところで大きなパウンドを落として、はい、KO 勝ち。まあ、そこを多分計算してやってると思うんですよ、須田選手も。ただ、やっぱ冷静なのが素晴らしいですよね。うん、いやー、ケイトロタ選手の解説もお見事でした。非常に分かりやすくガイドしていただきました。リビー選手が前の試合ですごい KO してたんですけど、なんか映像はそれしかなくて、とりあえずパンチちょっと気をつけようと思って、でも自分からちゃんとプレッシャーかけてガンガンいけたんで、なんか自分で自分の成長を感じることができました。よしきパンチ、はい、実力が結果がやっと追いついてくれたんだよ。そういうことですね。面白いこと言えよ、これは。いや、タイトルマッチぐらい言えよ。次も楽しみにしてください。そうですね、今前回の試合終わって組をめちゃくちゃやってきて、四つからとか、あと、まあ、テイクしてからとかがぶったりとか、そういうのを、ひたすらずっとやってきたんで、まあ、それを今回試合で出せたらなって思うのと、あとは向こうも柔道出身で、まあ、体も強いと思うので、まあ、油断せず焦らず、着実に自分がトップキープしていければなと、今回の試合はそう思ってます。あ、僕らの感じは、まあ、投げてからのポジションキープがすごい自信あるんで、そこを今回も出していきます。柔道が強い相手だったんで、
多分そんな簡単に勝てる相手ではないと思うんですけど、しつこくしつこく粘り強く勝ちにいきたいと思います。そうですね、組力とかは多分同じぐらい強いか、柔道の時階級が上だったんで多分力では勝てると思うんですけど、ちょっと技術面が心配なんで、そこは体力でカバーしたいと思います。柔道の実績といたしましては、中学時代、高校時代それぞれ3位という成績を残しています。一時期は 63kg 級で目標オリンピック出場と定めたこともありました。一方は青いリストカラーのマナ、岡山県出身ファイターです。こちらも柔道をベースにしています。9歳から柔道を経験し、現在はプロの MMA ファイターです。さあ、そしてタックルだ、組みついていきました。斉藤文子テイクダウン、押しを効かせていきます。さあ、そしてパンチを放っていく、足を上げていったのはマナでありますが、さあ腕を掴んでいるマナ、下から十字を狙う三角の体勢、これはどうですか。そして左のフック、右ストレート、左フック、ただシングルレッグに捕まえて、めちゃめちゃいいタイミングで入りましたね。軸足を買っていきました。テイクダウンです。マナテイクダウンも狙ってるんでしょうかね。今大内刈りを見せてました。うまい、足払いです。うまく崩していきました。赤斉藤、やってこの試合3対0を持ちまして、1人20対16を押した赤コーナー斉藤桃子、3対0の判定、斉藤桃子がマナを下し、これで連勝です。前回もそうなんですけど、全部セコンドの指示通りです。いやでも悔しいですね。ちょっとフィニッシュしたかったんで、最初の1ラウンドでちょっとまとめれきれなかったのと、ちょっと寝技が組がまだちょっと理想じゃなかったですね。ちょっとだけ悔しいなと思って、そこがでも勝ててちょっとホッとしてます。デビュー当時はちょっと、なんていうんですか、もう勢いだけみたいな戦い方だったんで、まあ、ぐちゃぐちゃな試合と、まあ、悲惨な試合があって、反復しちゃったりとかもあったんですけど、まあ、今はちょっと、セコンドの声も聞けて、まあ、前よりかは比較的、冷静な試合運びができてるとは思ってるんですけど。全然納得いってないんで、まだまだ頑張らないといけないなって感じです。今回は、まあ、今回も2戦目で、あ、別に緊張はしてて、でも前よりもなんかいい試合ができたらなって思います。なんか打撃も寝技も来るかなって考えてて、まあ、自分が得意なポジションに持ってって勝てたらなって思います。自信は普通ぐらいです。頑張ります。マヒナは柔術とかキックボクシングを小さい頃からやってきたんですけど、 MMA を目指すってことでその基礎となるように、でまだ MMA 始めて1年ぐらいなので、まだまだ経験不足なところもあるので、これからしっかり経験していって、ちゃんとしたみんなに通じるような選手になっていけばいいなと思っています。今日はすごい若い新しい期待の新人っていう感じのこと対戦なんですけど、自分のやってきたことを信じてやれば、落ち着いてやれば勝てる試合だと思っているので、練習通りに頑張りたいと思います。技術ある子だと思うんですけど、体がまだ子供だと思うので、パワーとかは負けることないのかなっていうイメージでやってきました、はい、四つとかその辺は自信あるので、
そこでは負けないと思います。さあ、まずは第1ラウンドです。互いにオーソドックススタイルです。まだ16歳ですからね、ケイト・ロッタ選手。16歳ですよ、若い。そして前回はチビサイ強化に2ラウンド判定勝ちを収めて、まあ、本当にベテラン相手にね、素晴らしい結果を残しました。そして組んだ状態です。今首相撲からの膝蹴りを放っていった山崎桃子ではありますが、スター街道へ爆進することができるか。おっと、左フック、しかし右フックだ。コンパクト打っていく、投げられない、効いてる、前に出る、志田前に出る、青志田よってこの試合3対0のユナニマスでしょう。これデビューからの連勝になりました、志田真平。まず勝ててよかったっていうのと、あと前回より試合の合間でなんか疲れたなって感じた時があったので、もっとスタミナをつけて、もっと練習頑張って、もっと何て言うんだろう、次はフィニッシュを狙えたらいいなって思います。ありがとうございました。軽身に押し込んだ時に倒せそうなところが何回かあったんですけど、やっぱり組の力が強くて倒せなかったなっていうのがあって、で打撃は練習してたことが少しは出ていいようにできたかなと思います。前回は負けてしまったんで、今回は自分から攻めてアグレッシブな試合をできるようにしたいと思います。前回から苦手なとことかも結構やったんで、フィニッシュ狙っていこうと思います。今回は特に自分の弱いところをこう育てていこうと思って、前回 KO 負けしちゃって全く自分のやりたいことが出せなかったので、課題としては自分の苦手なところをクリアして打撃で勝負したいと思ってます。さあ、まずは第1ラウンドすっと前に出て、そして中央を取ったのは村上です。ミドストレート、一方の桐生優子も前に出てきて蹴りを放っていきます。さらに三日月、今行こうとしたんですが、ここはバックを取りました。さあ、さらにリアネックとチョークを狙っていきます。手を封じて左手を桐生の手を封じましたが、今解除されました。ハーフガードを、さあ、そして上のポジションから村上、今度は腕を取っていくアームバーだ。あーっと決まった、ここでアームバー一本勝ち。まあ、何度もリアネキッドチョークを狙っていきましたけれども、まあ結果アームバー、アームバーやっぱり上手ですね、すごく。アームバーはもう 100% 決められるんですね。そうですね、もうそこに自信があるからこそ他の技を試してたかもしれないですし、流れてました？ちょっと流れてました。でもなんか相手の打撃がめっちゃ遅く見えたんですよ。なんかお母さんゾーンに入ってるやん。めちゃくちゃ遅く見えた。全部受けれる。やっぱ下は分からんけど上は全部受けれる。漫画や。桐生選手、大さんありがとうございました。今日は課題があって、自分の中でその課題をちゃんとできたんで嬉しかったです。あと一本勝ち久しぶりにしたんで、嬉しかったです。これからももっと技術を上げていきたいので、
応援よろしくお願いします。ちなみに今日のコスプレはみんな知らないと思うんですけど、ジグザグっていうビジュアル系バンドのボーカルのみことさまっていう人のコスプレです。みんなジグザグ聴いてください。いい歌なんで。以上です。打撃戦って言われてますけど、実際いろんな作戦もありますし、まあ打撃で負けるつもりもないですけど、まあ、いろいろ見せれたらいいなって思います。いや相手も結構当て感がうまいとか、やっぱ打撃が強いとかって言われてますけど、それに関しては負けてるって思ったことないんで、まあ当てられても倒れるっていう感覚もないっていうか、倒れないっていう、そういう気持ちの強さも分かる気はなくて、はい、今宣言通り1秒も上げるつもりないんで、ずっと私の時間でやらせてもらって楽しみにしててください。会場を沸かせられるのは私なんで、そこだけは負けてないんで。ずっと前に出たのはサキ。打撃の弾丸決戦が始まりました。左のまずはインローサキです。そして一方の姫は赤いリストからオーストクスタイル三日月です。左カウンター、左から右、左クしかしないフック、ワインストレート嫌がってますね。ここが上げてほしい。ワンツー膝蹴りです。そして足をキャッチして右のパンチ落としていく。拳グラウンドパンチだ。グラウンドパンチ連打を見せる。嫌がってますね。さあここから連打を見せる。嫌がっているサキに対してですが、いやしかし印象の作り方がめちゃめちゃうまい。投げれ三角ほら足を上げてきました。頭を持ってきて足首取らないと。そう左手で足首取った方がいい。なんといっても真島和正とも練習しています。三角入ってるんじゃないですか。三角には捉えてますよね。なんで足首持ちながら殴ってもいいと思います、そこに肘を合わせてきます。姫です。抑え込んではいるんですけれども、あでも入ってます。三角だ。上取ってさあトライアングルチョーク。上取って背筋する感じでもいいんですけどね。三角締めに捉えているところですが、ここからパンチを連打する。うまい。そして鉄を落としていきました。さあ連打を見せる姫。試合終了です。キャッチャー下本30対27、赤姫。よってこの試合3対0をもちまして勝者赤コーナー姫。今年の弾丸決戦トップレベルのストライカー対決は姫が制しました。先を破っています。まあそれにしてもよくやったよ。負けないっていう、もうそう詰められるのも覚悟で気持ち持ってったんで、打ち合えてよかったですし、まあ壁に押し込んだりっていう打撃だけじゃないっていうのもちょっとでも見せれるのが目的だったんでよかったです。
そのもらうイコール当てれる距離っていうのはやっぱストライカーって言ってる以上、多分お互いもその気持ちっていうかそういう習慣っていうかのはあるから、当てられるイコール引いたら負けっていう、当てられたイコール当てれるチャンスっていうのは変わんないんで、あ痛かったっすでも、まあ見ての通り前歯も全部いっちゃったんで当てた感覚は楽しかったです、気持ちよかったですやっぱりありがとうございました、すいません楽しかったですじゃあ大丈夫だよ、これ測る前にねだから待ってたんですか、自分で写真の一番ひどいですよね、この画面ではないですよやばいどっちもやばいめっちゃ痛い、いや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 もちろん金かかるよね、絶対かかるよマジで金高いんだからまあ相手ストライカーだし、でも寝てもできる結構意外とオールラウンダーな選手なんですけど、やっぱり私が今まで今日まで練習してきたことを全部出して勝ちます、一本か KO でマジで完全決着します。このね、1週間前にあの歌合戦でね、まさかの優勝っていうあの出来事があったんですけど、あの歌合戦でね、ちょっと勢いついたかなって思いますね。はい。Salut à tous, c'est Souris. Je m'apprête bientôt à combattre. Ça va être la guerre, ça va être super. À bientôt. Salut.東京ニューピアホールからお送りしていますディープジュエルスポーティー6第9試合メインイベント、ディープジュエルストロー級1ラウンド5分3ラウンドの戦いです。こちらがマチです、ライジンファイターでもあります。そして一方はスリマンフレディ、フランスからやってきました。まずは第1ラウンドです。さあ今回のメインイベント、マチが国際戦に再び挑むという一戦です。左のおっとハイキック、足を滑らせました、足を取っていった。さあここから足を取ってから上を取っていこうというところでありましょうか。アキレス腱ロックヒールフックだ、一瞬ヒールフックの形を見せました。解説はケイト・ロータス選手です。さあケイト・ロータス選手、はい、今マチがですね早くもトップポジションを取りましたね。はい、そうですね、もう一回肩が止め、ただマウントポジションの状態は続けます。この状態でも結構苦しいと思うんですよ、はい、そして肩固めに捉えようとしています。決まった、アームトライアングルチョーク一本勝ち、マーチ宣言通りです。一本取りますと宣言していたマチが2ラウンド2分フランスからやってきた驚異のストライカースーリマン・フレディを破っています。身長差があるから取れないですね、取れないです。肩も結局多分じわりじわりで結局最後ポン負けみたいな、肩もなんか多分ぜーぜー言ってたからこれ入るなと思って、その呼吸に合わせてちょっとしたんだよ、最後なんか最後にあのグリッチとかで、ね、はい、それでなんかだん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 入ってたから、まあそこで固定しといた方がいい、そうそう、あのまま回るの最初に力が乗せるとそのこう息も上がってて一瞬こう顎が上がっちゃうから、そうなんだ、うん、私の二重としてからでいいですかお腹すいた、あ、先に切ってもいいですよ別に、おおすごい、ちょっと時間かかるね、これ汗拭かなくていいの、いや、拭いた方がいいんですよ、そうだよ、わ、すごいね、大変変わるね、変わるんで、やっぱ二重整形ってやっぱ重要だね、大変だね、強いね、あ、大変です、二重整形したいです、いや、俺生まれた時から二重だから、いいなぁ、わかん、気持ちわかんない、かぁ、生まれ持った顔にあぐらかいて
そういうもんでしょ。そうっすね。なんか言われてるぞ。悪口言った。なんか片方でいいなら片方でいいなら2個やってから不安になるから。じゃあちょっとすいません、見ててなんか片目だけだと不安になるからちゃんとバランスよくして。もうちょっと2試合負けてたんで、試合のなんか試合中にちょっと気持ちがなんか自分のやりたいことができなくてちょっとあれと思ったんですけど、2ラウンド目気を取り直して決めれてよかったです。あげました、強制的に。皆さんぜひポートレート買ってください。ありがとうございます。すいません、すごい、めっちゃ今日